はい、どうもなるみです。本日はメスティンを使ってご飯を炊いていきたいと思います。なんとこちらのメスティン、ダイソーで500円で購入しました。早速開けていきます。一時期ね、ほんとなかなか手に入らない時期があって、結構前に買ったんですが、今回使うのが初めてとなります。1号炊きなので結構コンパクトサイズとなってます。説明書も中に入ってます。今回初回ですが、袋麺と一緒に炊いていきたいので、お米は 0.5 合用意しました。はい、水を入れてきました。本来はね、30分ほど水に浸しといた方がいいみたいなんですが、今回は 7,8 分しか浸してませんが、大丈夫かな。袋麺は札幌一番塩ラーメンにしました。こちらを砕いていきたいと思います。結構念入りに砕いていこうと思います。結構粉々になったと思うので、まあだいたいこれぐらいにしておこうかな。 OK。 はい、それでは入れます。よいしょ。砕いたんです。はい、続いて粉末スープ入れます。これも全部入れちゃいたいと思います。トッピングで美味しそうなベーコンが安売りしていたので買いました。こちらを1枚入れていきたいなと思います。はい、それでは入れます。まあ、これが限界ですね。よいしょ。これからの店員の欄が一個増えますので。宴会部長、いつの間に私。それでは乾杯。何も思い浮かばない。そうですね、固形燃料がやっぱ、うん、苦手になる。おお、すごいちゃんとなってる。あ、大きいやつ買ったんや。めっちゃいいじゃないですか。しかもなんかその手袋というか、そうですね。じゃあちょっと弱火に。あ、もうこれ出来上がりですかね。コンパクトにまとめてきました。はい、沸騰して10分経ったので火を消したいと思います。はい、めっちゃ熱そうなんで手袋を使って、よいしょ。おー、なんか倒れそう。あ、よし、これ裏返して10分、15分ですね。はい、待ってる間にさっきのベーコン美味しそうなんで焼いちゃいます。おー、いい感じ。よし、裏返して
はい、いい感じですね。ちゃんと焼けてます。そしてさらにサイコロステーキこちらも安かったので購入しました。はい、こんな感じで大量に入れていきました。あ、美味しそう。はい、15分経ちました。さっきね、結構黒い汁が出てきたのでちょっと心配なんですが、ちゃんとできてるのかな。熱っ、また。これはどうなんでしょう。いやいや、大丈夫大丈夫なんかでも変なことにはなってないからいいですね。食べます。うんうん、いいね。うん、成功。